なんか今日9月5日は何の日やと思う？シンキングタイムスタート。正解はじゅーちゃんの誕生日。じゅーちゃん、じゅーちゃん4歳になった。じゅーちゃんおめでとう。じゅーちゃんお誕生日やで。じゅーちゃんお誕生日やで。つぶ4歳になった。早いな。あっちゅう間やな。じゅーちゃんがもうこの世に来て4歳なんや。おめでとう、つぶ。おめでとう。かっこいい。4歳ってもう大人やで。ちなみにですね、ちゅーちゃんは9月5日、うずは8月27日で、毎回つぶとうず一緒にやってたんですよ。だからうーちゃんの誕生日も終わったもの。お久しぶりのうじゅです。うーちゃんおめでとう。うーちゃんお誕生日おめでとう。ね、かわいいですね、うーちゃん。うーちゃんだらけのうじゅうじゅコーナーです。今日ですね、誕生日プレゼントとかを用意したので、それを開けていきたいと思います。ちゅーちゃんの誕生日プレゼントは、こちら、じゃじゃーん、トイレトレーっていうのは嘘で、まあ嘘でもないんですけど、粒我が家のトイレトレーでできないんですよね、昔から。それで友達のお家にこれが同じのがあって、これならねすごい上手にするんですよ。だからちょっと我が家にも導入してみることになりまして、我が家ワイドなんですけど、これレギュラーサイズなんですよね。なんかレギュラーの方がちゅーちゃんいいのかも。なんでもなんかこう大きい方がやりやすいでしょってやってあげたけど、そんなこともないのかも。アミアミを取ってトイレトレーだけにすることもできるから、これならうんちしてもアミアミにつかないからすごい。まあこれは違うんですよ。これは違う。これちゅーちゃん違う、実は。じゃあ次のプレゼントはこちら。じゃじゃん、トイレトレーこれ違う。これは今の丸のり、ふぐ用ね。で、あんまり何が好きとかあんまりなくって、なあちゅーちゃんあんまりないもんな。ラテプチ30個あげた、あれが多分ね一番の誕生日プレゼントっぽいんですよね。だからこちら、ダダン、これ抜け毛取り用のなんかマッサージ機これいいかな、ちゅーちゃん気持ちかったらいいよな。ちゅーちゃん真剣に書いております。どうですか、これちゅーちゃんの誕生日プレゼントです。ウジュのお誕生日プレゼントが、じゃん、こちら。フグに狙われてるけど、これはウーちゃんに、これウジュの、これウジュの、これはウジュに、あ、これなんで、チューちゃんもこっちがよかった。でもこれはウジュに、これウジュのために、飾りたいと思います。なんかすごい柔らかい。柔らかいで、チューちゃん。柔らかいゴムみたいな。なあ、フグ、これなんなん、あ、かまにゃかまにゃ。柔らかいからぐにゃぐにゃぐにゃんって。これシャンプーの時とかもいいよね。どう気持ちいい。気持ちいい。くる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 、熱いな。クーラーつける、熱いな。まあ抜け毛確かに絡まってはいるけど、そんなめっちゃターミネーターとかほど絡まるかというとそうでもないな。ちゅーちゃんどう？これはシャンプーの時とかに使うな、こうやってな、頭皮マッサージとかな。フグもやってみます。どう？どうですか？変？どうなんやろ、なんとも言えへん感触なんかな。いや頭皮マッサージ、グリ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 。まあ、うず、いや、あ、フグほんまに嫌な時ピューンって逃げていくから、あ、逃げた。あ、でも結構まあ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 絡んでるっていう感じではありますけれども、まあそもそも抜け毛取るものではないからな。うじゅー、よし、うじゅーはうじゅーのここに。いいですね、備えとか。うーちゃんいいね、いっぱい遊んで。お供えし終わったらフグのものになるけど、うーちゃんそれお供えしといてんな、遊んどいてんな。ワイドがこんなちっちゃいやつになるけど、ちゅーちゃんできたらすごいな、これでな。
ちょいちょい頑張ってな、これからおちっこな。それと今日はケーキを用意しております。若干斜めってるけど、まあしゃあない、いっぱい買ったから。ちゅうちゃんケーキお久しぶりやん。はい、三分割綺麗。主役のちゅうちゃんのケーキひっくり返ったけど、まあいいわ。さっき上あげよう。うじょくんどうぞ。よいしょ、ケーキ食べてね。さあ久しぶりやな、この二人隣で食べれんのかしら。よし、あごだな。ふぐこっち。はい、よし、まつぐ。あかんね、取らんといてや。これまだダメよ。ちいちゃんおいしい。ペロリやな、一瞬やな。ちいちゃんおいしい。あいこうたーい、おいしかった。一瞬やったな。一瞬やったな。三人分けやもんな。そら一瞬やな。三人で分けたらそら一瞬やわ。うじのちょっと狙ってるやろ、実は。ちいちゃんおいしかった。おめでとう誕生日。4歳はトイレ上手になろうな。そのために買ってきたんやから。ちいちゃんおめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーちゅーちゃん、ハッピーバースデーディアちゅーちゃん、ハッピーバースデーちゅーユー。気持ちいい。微妙そうやな。なんか全然微妙そう。ワントモ。本日ご紹介するのはジャック・ラッセル・テリアの男の子マックスくん10ヶ月です。マックスの特技は変顔をすること。すごい顔でこっちを見てくるので思わず笑っちゃいます。これはお母さんの母乳を飲んでいた時の名残かな。クッションをハムハムしております。こちらはお家に来た時のマックス、とっても小さかったです。大きくなってもまだまだ子供マックスでした。ワントも募集中。インスタグラムの DM までご連絡ください。たくさんのご応募お待ちしております。